皆さんこんにちは、ペンタクスの深夜です。今回は先日発売した国内メーカー初のモノクロ専用デジタル一眼レフカメラ K3 Mark III モノクロームの外観の特徴をじっくりと見ていきたいと思います。気になっている方もそうでない方もぜひご覧ください。まずは正面から見ていきましょう。ペンタクスロゴと K3-3 のロゴがグレーになっています。また SR マークはゴールドからシルバーになっています。次は背面を見てみましょう。液晶画面の左上にモノクロームの文字がありますね。ボタンの印刷もグレーになっています。ペンタクスユーザーの皆さんにおなじみのグリーンボタンも見た目はグレーボタンにしちゃいました。電源を入れてみます。ステータススクリーンもメニュー画面も配色が初期設定でモノクロームになっています。以上です。モノクロームの世界観を随所に感じられるデザインに仕上げています。側面です。こちらも同様グレーになっています。さらになんと端子カバーを開けるとこちらの文字もグレーになっています。反対側の SD カードのスロットの文字もグレーになっています。こんなところにまでこだわっています。今度は上から見てみましょう。こちらも印刷部分はグレーになっています。電源を入れると表示パネルが点灯します。バックライトの色も変えています。では最後に直販限定モデルのマットブラックエディションと比較してみましょう。通常モデルとの違いは外装の塗装です。通常モデルはちりめん塗装で少しザラザラした感触があります。マットブラックはザラついた感じはなくサラッとした感触ですね。さらにペンタブのペンタックスロゴの部分にはマットグレーインクを色入れしています。いかがでしたか？今後もモノクロームについての動画を公開していきますのでぜひご覧ください。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録・高評価もお願いします。